来たな。眺めはどう？周りに目を光らせてる。フェルドクロフトは変わったからな。ランロクの信奉者があのルックウッド城に興味を持ってから誰も安心できなくなった。叔父のソロモンは元闇払いなのに調べようともしない。奴らの一人がアンを呪っててもな、きっと杖を使ったんだ。ゴブリンが魔法族のことを杖持ちって言ってた。ゴブリンは杖の所持を禁じられてるの？そうだ、だから答えを探してる。アンを治すならあの子に何があったかを理解しないと。三人のうち一番のいたずらっ子はアンだ。僕らを知ってるならよっぽどだってわかるだろ。元気になって元のアンに戻ってほしい。新しいホグワーツの友達との出会いがきっかけになったら。行こう、叔父の家に案内する。こっち。フェルドクロフトはいい場所だったのに、ランロクの連中がずっとうろついてるからみんな隠れてるんだ。ここだ、アンは中にいるはずだ。わ、セバスチャン、一体どこへ？それもしかして。おい、言っただろ。おい、シナビイチジクじゃ呪いは解けん。方法はない。早く現実を受け入れるんだ。まだ試してないことだってある。いいか、治療法はない。何度言えばわかるんだ。嘘だ、僕は絶対諦めない。これでわかったろ。ごめんよ。出て行け。見せるつもりじゃなかった。悪いが少し一人にしてくれ。かわいそうなセバスチャン、こんなことになって。まったくあいつはいつもいつも。あの、サウロさん。ああ、君か、セバスチャンの友人だね。老いに代わってお詫びしよう。あれはやめ時を分かっていないんだ。自分ならアンを助けられると思っているようだが、あの子には何もしてやれん。看護師のブレイニーさんも聖マンゴ病院もダメだったそうですね。ああ、老いは医者よりも自分の方が詳しいと思ってる。医者も全ては分かりませんよ。セバスチャンは妹を救うために全力で取り組んでます。治療法が存在するなら絶対に見つけますよ。君はセバスチャンを買いかぶりすぎだ。犯にかけられたのは何らかの闇の魔術。それについてゴブリンどもが詳しく説明してくれると思うかね。あの子に希望を見せるのは酷だよ。できるのはアンが心地よく信奉者たちと関わらずに過ごせるようにすることくらいだ。おっしゃることは理解します。ならいいんだ。あの二人にとって何がいいのかはこの私が一番よく分かっている。あの頑固な兄の子供だからね。特にセバスチャンは力になりたいと思うなら、セバスチャンがやりたいことではなく、やらねばならんことをやるよう仕向けてくれ。やめないと大変なことになるのが分かってないんだ。私の言葉を覚えておきたまえ。ごきげんよう。さっきはごめんなさい。我慢できない痛みに襲われてしまうの。大丈夫？邪魔する気はなかったんだけど。全然邪魔なんかじゃないわ。それに大丈夫、呪いから来る痛みの発作よ。大抵前触れもなく起きてしまうの。誰のせいでもないわ。挨拶がまだだったね。はじめまして、新しい5年生ってあなたよね。うん、セバスチャンとは闇の魔術に対する防衛術でちょっとやり合ってね。ああ、ヘキャット先生、強大な魔女よね。兄や私のような生徒の扱い方もよくご存知よ。ホグワーツが懐かし
フェルドクロフトもいいんだけど、少し寂しくてね。城のゴブリンとかセバスチャンと喧嘩ばかりするおじさんのせいで居心地のいい場所じゃなくなったわ。元闇払いなのに蘭禄の信奉者を追わないおじさんのことセバスチャンが言ってたな。正直言って彼があんなに怒るなんて意外だった。おじさんは苛立ってる。私の身に起きたこととセバスチャンがそれを直せると思ってることに。二人とも悪気がないのは分かってる。でも正しいのはおじさんの方。この呪いは解けない、そう感じるの。私の痛みはセバスチャンには消せない。それを分かってもらうために力を貸して。精一杯やってみる。このことはきっとセバスチャンと話すよ。ありがとう。残念だけど治療法は見つからないから。疲れてきたから少し休むね。寄ってくれてありがとう。さようなら。セバスチャンのこと確かめないと。どうして言うことを聞いてくれないんだ。僕の妹だぞ。セバスチャン、調子は？見ての通り、これが僕の状況だ。ああいう人で悪いな。彼があんなに怒るなんて予想外だ。いつも怒ってるさ。僕の両親が死んでからずっと怒ってる。アンが怪我してからひどくなった。まるで僕のせいさ。いつも僕を父の息子って呼ぶ。侮辱としてな。僕は助けようとしてるんだ。あいつが諦めても。アンとおじさんはもうできることはないって納得してるみたいだけど。信じない。アンの痛みは体だけのものじゃない。あの子を丸ごと変えてしまったんだから。妹に会いたい。絶対取り戻してやる。来な。どこで起きたか見せないと。蘭禄の信奉者にはみんなが思う以上の力がある。見くびると痛い目に遭うぜ。今から見るだろう瓦礫は全てあの廃墟から来てる。奴らは何かを求めてる。あそこ、あの高台、アンが呪われた場所だ。行こう。あとどれくらいガラキが漁らなきゃダメなんだ。蘭禄は抜かれない。作戦に関われてよかった。レディオソ使いは死んだ魔法コフリンゴ。ああ、インセンディオエクスペロット。なぜ上がらない。人生最後の過ちだ。
残念だったな。ヘビオス、ヘビオス。正直に言って予想以上の数だったよ。警告しようとした。あいつらには当然の報いだね。本当にそうだ。ここが現場だ。夜中に煙の匂いがした。外を見たら館から炎が舞い上がってた。アンは止める間もなく飛び出していった。炎に向かって。誰かが怪我するかもしれないってさ。で、必死に炎を踏み消そうとしてるゴブリンの群れにばったり出くわした。その時、煙の中からいてつく声がした。子供は単なる未熟な生き物だ。そして目もくらむような爆発が起きた。逃げるチャンスさえ与えてもらえなかった。子供が一人うろついてただけなのに随分乱暴だ。何を隠そうとしたんだろう。全く同じ意見だ。ビリー・ウィグをつかむような話だけど、アンを呪った犯人の手がかりがここにある気がしてならないんだ。アンを傷つけた魔法を調べる唯一の方法かもしれない。治療法も。そうかもしれない。信奉者はどこにでもいるけど、この辺は特に多い気がする。何か隠してるってことかな。そうだ、ルックウッド城でもな。周りを見てみようか。何らかの理由があってここで野営したみたいだ。何でもできる駐屯地がある。